1> 第1回全国告白会議が開催されたバルメンゲマルケ教会イエスキリストは神の言葉であるドイツ連邦郵便発行のバルメン宣言50周年記念切手1984バルメン宣言は1934年にカール・バルトを中心として出されたイエスキリストのみをこの世の支配者とみなす6条からなるドイツ教会闘争の進学的根拠になった宣言である バルメン宣言の正式名は、ドイツ福音主義協会の現状に関する神学的宣言である。バルメン宣言は、国家社会主義ドイツ労働者党統治時代のドイツに存在した告白協会の神学的基盤であった。バルメン宣言は、トーマス・ブライトとハンス・アスムッセンとの共同をもとに、主としてカール・バルトによって起草された。 ウッパータール・バルメンで1934年5月29日から31日まで開催された国白協会の第1回全国国白会議においてハンス・アスムス戦によるホイを付け採択された。バルメン宣言は多くの福音主義情報協会において主流を成したドイツ的キリスト者とは相入れなかったが国白協会内部においてもその理解をめぐって対立が生じた。 それだけでなく、バルメン宣言は20世紀ドイツ教会の指針となる、教説であると同時に信仰証言とみなされている。ドイツ福音主義教会内の宗教会、福音改革派教会、旧福音合同教会等の加盟していた合同派宗教会、さらに中部ドイツ福音主義教会、北ドイツ福音ルター派教会、及びオーストリア福音主義教会やウクスブルク信仰。 国白派等のルター派宗教会において、バルメン宣言は教権において、基本信条に含まれている。1933年に、ナチスはドイツで政権を掌握した、抗議の前に、アドルフ・ヒトラー総統への敬礼を持って始めることに、ボン大学のカール・バルト教授は拒否した。そこで、1934年4月30日に、バルトは、ボン氏警察局に召喚されて尋問された。 5月26日には一時的に監禁されたが、バルトはそれに屈せずに5月末に告白協会を強化するためにドイツ全体レベルの会議を招集することを提案した。その結果、5月29日から31日まで告白協会の第一回全国告白会議がバルメンで開催され、バルトが起草した宣言が5月31日に採択された。それが、 バルメン宣言である。バルメン宣言に基づいて、告白教会は、ドイツ的キリスト者に対抗する形で設立された。福音主義教会内部において様々な対立が生じていた。新約聖書学者、パウル・アルトハウス、組織神学者、ベルナー・エーレルト、牧師、フックス、グリースバッハ、ザイラー、ベアリンその他が属する、アンスバッハサークルから、 アンスバッハの韓国と題するバルメン宣言に向けての進学的批判が1934年6月11日に発表された。旧約聖書学者、ゲルハルト・キッテル、組織進学者、ヘルマン・ザッセ、及びルター・ハボクシ集団からもさらなる批判が出された。他方、ドイツ的キリスト社は狭い意味でこのバルメン宣言の所定全般を意図的に無視した。 ありがとうございます。